3週連続ジブリ飯。最後の一品は、もののけ姫から自己棒の作る雑炊です。村の女性たちを守るために、イノシシのようなたたり神、おっこと主と戦い、呪われてしまった主人公の青年、アシタカ。おっこと主をたたり神に変えてしまった何か悪いことが西の方角で起きている。自らの腕に刻まれた呪いとあざを取り除くべく、彼は鹿のような見た目の動物、カモシカのヤクルと共に西に旅立つのでした。旅の最中、市場で食料を購入しようと砂金を取り出したアシタカ。しかし、露店の女はいぶかしげな様子。そこに登場したのが、謎の老人、自己棒。自己棒がうまく取りなし、米を購入するのでした。購入した米を使って、彼が作ってくれたのが、この雑炊。大きな鉄鍋で作られるそれは、初めてもののけ姫を見た時の、幼い私にとって、憧れの料理でした。雑炊そのものに憧れていたというよりも、あの長い箸で鉄の塊を掴んだり、さらさらと雑炊をかき込む映像に心を奪われたのだと思います。雑炊を炊いている間、火の番をしつつ休憩。今日のおやつは、干し肉、もといビーフジャーキーです。アシタカとサンの衝撃的なキスシーン。干し肉の口移しの場面では、いつもどぎまぎしてしまいます。蓋をしてから20分ほど経ったら、卵を用意。ほうれん草とお米を軽く混ぜて、溶き卵を回しかけます。少し卵に火を通したら、全体を混ぜ合わせましょう。自己棒の雑炊の完成です。自己棒がアシタカにしてあげたように、お椀に雑炊を注ぎます。憧れのジブリ飯。出来たての雑炊は熱いので、ふうふう冷ましてからいただきます。シンプルな味付けが、体に染み渡る。物語の中では、雑炊のシーンの後に人間と森の神様たちの厳しい争いがアシタカを待っています。もののけ姫、私たちにとっての正しさや正義とは何なのか。そんなことを考えさせてくれる物語です。ご視聴ありがとうございました。本日の材料はご覧の通りです。また次の物語でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。皆様からのコメントもお待ちしております。